こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。昨日はね、伊勢崎ってところ、伊勢崎って横浜じゃなくて群馬県かな、伊勢崎町ブルースの伊勢崎、あれは横浜だからさ、群馬県のね、もう埼玉寄りなんだな、もう県境のとこだと思うけどね、木村さんの講演会がある、高野さんと木村さんね、今2人が書いた本が結構売れててね、農業再生論だったかな、でちょっとムーって雑誌があるでしょ、月刊ムーっていう ね、あれも40年だったな、もうすごいよね、創刊して。だって大体家も子供の頃から読んでましたとかってお客様いらっしゃるからさ、小学校の頃とかさ、興味津々で読んだとかさ、もうその雑誌で2回やったかな、木村さんの書いてるね、でまだもう1回、ぜひやりたいっていうことになってね、で木村さんにそのちょっと取材の、了解というかね、そのためにちょっとね行ってきたんだよね、で木村さんちょっと体調崩したりしてね、忙しいものだって飛び回ってるもの、1月は、あんまり出なかったのかな、で2月からまた活動始めてて、お会いしたけど随分あれだね、元気だった、お話もすごいもうね、エネルギッシュでさ、本来の木村さんに戻りつつあるなっていうね、安心して帰ったんだけどね、で高野さんともね、出番前にも話をしたの、であの人たち面白いのはさ、農業再生自然栽培という話をさ、ああいう講演会ではされるんだけどね、やっぱその根底にはね、その宇宙というかね、宇宙人というかさ、スケールが違うね、スケールが違うんだ、もう大きなスケールの中で、例えば、それこそ肥料の役が悪くて自然栽培がいいんだっていう、表面上見たらそういう話になってくるけれど、でも彼らのもう本当に奥底にはさ、やっぱりその宇宙のバランス、宇宙の調和という、そういったところから話が来るからさ、ただの農業話では終わらないわけよね、表面上はそうなんだけど、この根底流れるものが、だから高野さん面白いこと言ったな、これはもちろんその講演前の話だけどね、今はね時間っていうのはね、こう螺旋状に流れてると、時間というエネルギーはね、でだから螺旋状だから、同じことが起こってくるわけじゃん、同じようなことがね、ぐるぐる回るからね、同じようなことが起こってくる、そうすると今は、今の時代それをこう前提にすれば時代が読める、で今の時代っていうのは、やっぱ幕末だって、でその時間っていうか時代を読むにあたって、日本っていうのは世界のひな形なんだって、日本に起こっていることが世界に起こる、そういうような流れになってるんだって、フラクタルという考え方だよね、だから日本の幕末の歴史をしっかりと勉強すると、これからが見えてくるっていうね、で幕末っていうのは江戸幕府が、から新政府になっていくわけだけど、でその大きなきっかけになってるのが、黒船来航なわけ、それは UFO なんて、そうそう、だからあの時は開国だった、鎖国から開国だった、今地球は、鎖国してるみたいなもん、星全体が、ね、これからは、星を開くから開星の時代になっていくんだって、そうするとじゃあ江戸幕府ってのは何だろうと、これはこうあれかもしれない、アメリカかもしれない、国で言えばね、あるいはもっとその世界を牛耳ってる、ね、力なのかもしれないし、そう考えていくと、じゃあ薩長はどこに当たるんだろうとか、それから日本ってのはどういう位置づけになるんだろうかとかさ、そういったことをさ考えていくとね、どう時代が流れていくかが見えてくるんじゃないかと、そういう話をしたんでね、だからもうね、いわゆる世界のトップの人たちというのは、もう宇宙人の存在も、明らかだし、
情報コントロールしてるってよく言われるよね、うん、そうでもちろんそこからこう、うん、いろんなメッセージが来てる、うん、それもきちんと把握してるし、うんうん、だそれを我々に知らせないだけの話であってね、うんうん、もうそれを前提とした動きが今起こってるんだって言ってたね、うんうん、で本当にねもう公園に行く間際にね、うん、ボソッとねいやなんとかっていう会社がね、うん、今 UFO の、部品を調べてるんですよ、うん、とか言ってさ、舞台の方行ったけどさ、うん、だから本当にねそういう時代の大きな流れがね、うん、来てんだよね、うんうん、だからもう信じる信じない時代じゃないよね、うん、だって日本が、まあ、江戸幕府の最後終わりの方っていうかさ、うん、江戸時代なんてさ、うん、いや海の向こうに国があるって知らない人もいっぱいいたと思うんだよね、うんうん、そうだってそれこそ、まあ、古船がさ、うん、何なのかも分からなかったあの黒いでかいものがドーンと世界の目の前にさ、うん、現れてさ、うん、でちっちゃな木の船しか見たことないような人たちがいっぱいいるわけだから そうでしょ、うん、だから一部の人たちはもちろん知ってたんだろうけどさ、うん、で交流もあったろうけど、うん、でも例えば田舎の方にいたらさ、うん、出会うチャンスもないじゃん、うん、な、うん、そういう情報も来ないだろうしさ、うん、新聞もないわけだテレビもないわけだから、うん、なだからそういう風な状況なのよみんなだから、宇宙なんてさ、うん、誰も、ね、UFO がいるなんてあんなのヨタ話だと、うん、ねねなただの話だけのもんだとかさ、うん、宇宙人なんかいるもんかとかあるいはそういうこと考えてもない人もいるよいっぱい、ね、今はね、うん、でもねそれがさある日突然急にね、うん、UFO がやってくるとさみんながびっくりするわけで、うん、ゴジラのあれじゃないゴジラじゃないけどさ、うん、だから私このドローンっていうのがさ最近今盛んに使われてね、うん、子供でもあるんだけども、うん、やっぱりああいうのにこう慣れておくと、うん、やっぱりこう同じ目線で物事を見てるんじゃなくてこう上からの目線でっていうのも当たり前になってくるわけその立体的に見るってことがね、うんうん、だからなんとなくそういう布石っていうかさ、うん、私はあると思うわけよいきなりこう何かわーんとショックなことがないように、うん、少しでもこうソフトランディングできるように例えばこういうものが流行り、うん、こういうものが流行り、うん、こういうものが流行り私たちがこう受け入れるっていうか、うんうんうん、なんか空から別に見たって不思議じゃないじゃんっていうのも多分今の子供たちなんかなんかそういう感覚になったら立体的に、うん、そうだよね。メガネかけたさゲームだってさ、うん、目の前にこうバーチャルだと思ってたものがこう本当に目の前にあるような、うん、そういうのが当たり前の脳がだんだん私たち人間の中に、うんまあ、植え付けられるというか、うん、されていってそこで宇宙人が空から来るんだと思うんだよねそうかもしれないだから、うんゲームとか、スマホとかさ、うんうん、あれ夢中になってるけどさ、うん、やっぱあれもさ一つ脳をさ、うん、変化させる柔らかく、うん、ことかもしれないよなこう耳に当てないとさ電話で喋られないんだよって、うん、糸電話のさ進化系みたいな、うん、そうじゃなくてさもう今どこにいてもさ、うん、スマホのあれでこう喋れたりとか、うん、ワイヤレスっていうのがさ、うんなんかワイヤレスって言葉なんか多分うちの子知らないと思うんだよね、うん、まあそうだよなそれが当たり前だからな私たちはこう線でつなぐ時代の人だから、うんうん、ワイヤレスって言葉知ってるけど、うん、今の子は多分知らないよスピーカーだってなんだってそうだよな、うん、置けばいいだけなんだそうだよなだから例えば頭の構造が今これは外部で再現されてみたいなもんだよな、うん、そう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 、うん、そういうな地ならしっていうか、うん、ある日突然 UFO とか宇宙人とかそういうのが来た時に、うん、いやいやいやって握手できるように、うん、なんだこいつらってこう敵対するんじゃなくって、うんうんそういう柔らかい頭を使うために、うん、こういうドローンとかも出てきてると思 う、 そ, う、うん、それはあるかもしれんな、うんうん、だ そうやってやっぱり、人間そのものが変わっていくからねそうそうそうでやっぱりまたその新しい子供たちっていうのは、うん、そういうものを受け入れる体制ができてるわけよ、うんうんうん、だから今の大人たちはさ、うん、そんなことっていうことがさ、うん、彼らにとって当たり前になってくるからねそういったこう人間の進化がこう起こってるわけよなうん、うんでもソフトバンクのコマーシャルでもねあこれなるほどと思うんだけどスーパースチューデントっていう、まあ、コマーシャルがあって、うん まあ、ある女優さんがね、まあ、制服を着てやるんだけども、うん、私たちはスマホとともに、うん、なんだっけ成長する初めての人類だっていうことをするわけ、うん、そうだよね我々はテレビとともにやれだったしなそう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 、うん、テレビのチャンネルをね回すところからだったけど、うん、今の子っていうのはそうなんだと思ってそう違うんだよねそうだからテレビ見る数が少なくなってるから、うん、テレビはもうスマホで見てるわけだそうそうそうあんなちっちゃな画面目に良くないよって私なんかよく言っちゃうんだけどもでもこの子たちはこのスマホとともに生きていく時代の子なのよ、うん、そうそうそうなのよだからさその
古い人間はとやかく言ったってダメなのよ、うん、それは要するに進化の一つの過程なんだからさ、うん、と思った、うん、だからこう毛嫌いするんではなく、ね、その高野さんのおっしゃってることがあれだと思うんだったら、うん、やっぱドローンとかそういう技術も何もかもソフトランディングするために、うん、宇宙と仲良くするために、うん、多分なんか媒体としてこう必要だったものなんだろうなって。そうなんだよね。だからさ、うん、ね、子供がさ、うん、家帰ってきてさ、うん、いや今日さ UFO になっちゃったよっつってさ、うん、言ったとしたら次な、ね、大体普通ならさ、うん、なんてんだお前バカじゃねえかお前はって夢見てんだよ僕出んだって言うんだけどさ、うん、ね、そうじゃなくてさ、うん、どこで見たんだって大喜びでさ一緒に見に行く、うん、木村さんの親はそうだったんだから、うんうん、ああ木村さんが竜を見た時でもどこだっつって、うんうんうん、夫婦揃って行ったっつうかさ、うんうん、まあそれぐらいの親になりたいね。そうですね、ね、そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。